回試していただくのはこちらです。ぬ、何ですか？パッド。何の？ブラ。ブブー。ってことはパッド。どこに行ったか分かんないよ。お尻のパッド。正解です。前2回ぐらい試したじゃん。はい。お尻のパッド。前々回、最初のやつが、ちょっと、出来が微妙だったんで、それっぽいもの。多分シリコンだと思うけど、買ってみました。これさ、質感がすごい良くて、うん、これ触ってるだけで楽しめちゃう。気持ちいい。しかもちょっとひんやりしてる。うん。もちもち。なんか、冷やせば保冷剤代わりになりそうな。でしょ？うん。これを入れていこうっていう。それだけです。なんなら入れて筋トレするっていう、そういうシリーズです。なるほど。落としたら壊れるよ。デリケートだね。デリケートです。じゃあ、つけていきましょうか。つけてください。どっちがどっち？細くなってる方が下かな。横ですか？後ろですか？後ろですよ。つけました。それではどうぞ。いいですか。うん。失敗しました。金ドブでした。具体的にどう失敗？浮き上がってます。ちょっと待って、俺からやってみようか。もうなんかあれだな、触ってみたんですけど質感は申し分ないんですけど、つけてみました。どうでしょう。確かに質感はすごくいいよ。どう質感がいいかっていうと、ちょっと弾ませて。これぐらい質感がいいです。質感だけ触ってみて。ポインポイン。ちょっとあれだな、上には入れられない。あとね、自重で下がってきちゃう。あ、これ分かった。パッと入れられる下着あるじゃん。はい。あれに挿入する、そういうやつかも。なるほどね。で、これ単体では使えないと。可能性出てきた。ちょっと上上げてもらっていいですか。ということで、じゃあ急遽前回買ったやつらを総動員していいですか。その前にダンスする。どういうダンス？ダンスしてどれぐらい下がる？ああ、いいんじゃないですか。でダンスしましょう。リッチダンス。よーい、スタート。すごい位置にあるのをね、実感してる。オープン。オープン。戻してください。じゃあ、ソードインします。はい。どうでしょう？合計8枚持っております。最終形態です。どうぞ横向いてください。これはすごい。バケモン来ました。いかがでしょう。自分でちょっと見てみて。コブついてんじゃん。腫瘍です。なんか今日これで筋トレしようと思ったんですけど、不要ですね。そうですね。筋トレがどうのって次元のレベルの話じゃなかったです。じゃあ決まりました。そのシリコンは僕の触り用のおもちゃにします。ストレス軽減のやつに。あ、そうそうそう、あの触り心地はとてもいいんで。たくさんパッドを入れていきましたが、いかがだったでしょうか。いいねと思った方、ぜひコメントよろしくお願いします。いいねって思わないんじゃない。いいねと思わなくてもコメントお願いします。意外とさ、でもこの横のやつはいいねみたいなコメントあったんだよね。あ、横のはいいと思うよ。後ろ？よくないな、この。うん。あれ？うん。なんかとんがっちゃうから、もうちょっとなんかいい感じのやつ探してくるわ。はい。旅は続く。ということで、また次の動画もお楽しみに。バイバーイ。ノラフィットネスのご視聴ありがとうございます。面白かった方は高評価を、いまいちだった方は低評価でお知らせください。なんならそれ胸に入れてみる？意味ないか。まあ意味ないんでしょうね。